高知市役所の中にあるレストラン千段の木の厨房で調理をするのは高知商業高校のジビエ部のメンバーです。2018年に発足したジビエ商品開発販売促進部、通称ジビエ部。森林の保護活動を支援するため、鹿やイノシシの肉を利用した商品開発などを行い、県の内外のイベントなどで販売しています。千段の木では一昨年の夏から年に2回ジビエ部とコラボしたフェアを開催していて、今回で5回目。初日の今日は午前8時半からレストランのスタッフと仕込み作業です。花の高校生たち、さぞ賑やかに準備と思いきや、レストランでは普段からジビエ部が考案したカレーや唐揚げなど3種類のメニューを提供していますが、今回のフェア期間中、2つのメニューが加わります。鹿肉が入ったオムライスのランチに、チーズがトッピングされた鹿肉のハンバーグランチ、それぞれイノシシ肉のコンソメスープがセットになっています。新メニューのチーズオンハンバーグのお味は、肉がぎっしり詰まっていて非常に肉肉しいんですが、後味はさっぱりしてますね。ジビエ特有の臭みも全くありません。美味しいです。訪れたお客さんは思い思いにジビエ料理を楽しんでいました。今日はジビエレストランということで、興味があって来ました。大変食べやすくて美味しいです。野生鳥獣の被害が深刻ということで、今高知商業さん頑張っているので力になれればと思ってメニューを選びました。美味しそうに食べているのを見るとすごいやりがいがあるし、やっぱこの活動をやってきてよかったなって思います。高知県の野生鳥獣被害っていうのをこんな形で社会に還元していく、そういう循環型のサイクルも学んでいってほしいし、お客さんからそのいただいた意見も参考に次の商品開発、また地域活動の原動力にしていってもらったらなというふうに考えています。ジビエ部による料理の提供は期間限定で、来月3日までの7日間です。1食につき100円が森林の保護活動団体に寄付されます。僕たちのジビエ料理ぜひ食べに来てください。